こんにちは、まーさんです。これ見てくださいよ、これすごいでしょ。自信作です。シンクセンターに外付けの GPU つけちゃいました。3080ですよ。まあこれ普通のやり方じゃ絶対できないんですけど、今日はねそれをお見せしたいと思います。ね、楽しみですね。というわけで、パソコンの紹介なんですけれども、まずレノボのシンクセンター M75 の Gen2、 これがベースの、筐体ですね。でプロセッサーが 4750G で、メモリ、まあ、今は 32GB にしてます。でこれがね、真ん中のところが 4750G なんですけど、カクカクなんですよ、グラフィックがね。でどうにかならんかなと思ってこう中開けてみるとですね、 2.5 インチの SSD のところの下にPCIe のスロットの跡みたいなのがあるんだけど、まあこれはね使えないですね、端子は実際はないから。で、裏の方を開けてみるとこういう感じになってます。メモリのスロットが2本ありますね、 DIM1、DIM2 っていうところ、それから M.2 の SSD が1枚だけ刺さるようになってる。なんでこれを使って、まあ、どうにかできないかなと思いました。でこれロジテックさんのサイトの説明がとても分かりやすかったので持ってきたんですけれども、あの M.2SSD っていうのは、まあ、M.2 ってね、あの接続端子の規格だとで NVMe という通信プロトコルを使って PCIe 接続の上で、まあ、データのやり取りをしているということで、まあ、すなわちM.2 端子は PCIe 端子だろうという短絡的な思考のもとですね、いろいろ調べてみましたらありましたよ、あったんですね。というわけでアリエクスプレスを使って中国からやっとのことで届いたこれね、国際郵便物届きました。台湾からってなってますけど、台湾は経由地ですね。でこんなベコベコの箱に入ってました。でもね、送料なんか 3元いくらか分かんないけど、すごい安いんですよ。そうでこれです、こんなのが届きました。でこれは何かっていうとですね、こんな形をしています。もうなんか勘のいい皆さんは分かるかもしれないんですけれども、これが M.2SSD の形をねもろしてる基板ですよね。そっから線が生えてて、その先に PCIe の ×16 の幅のスロットがついてます。で、まあ、日本であまり手に入らない部品なので、あの動画の説明欄のところに、アリエクスプレスのリンクを貼っておきますので、ぜひご利用ください。はい。でどんな風に組み立てるかっていうところなんですけどね、まず裏側に行きます。これなんでかっていうと、そうなんです、今ね M.2SSD の中にデータ入ってるんで、 2.5 インチ SSD 駆動に変更しないといけないんですよね。なんで 2.5 インチの SSD をまず取り付けますね。今回ちょっと初めて付けたんですけど、ネジもいらずにこれ組み立てられるんですよね。あのレノボさんの PC って結構そういうところがあって、あのネジ使わずに組み立てられるみたいなのがあって便利ですよね。でここでガチャコンとつけます。でこれを複製しないといけないですよね。で私はですね、アクロニストゥルーイメージを使ってますので、これの中にある、まあ、クローンを作成する機能を使います。で、ソース元になる M.2SSD を選択して、で次にどこにそれをクローンしますかということで、サムスンの 2.5 インチの SSD を、まあ、選択します。でこれでもうね、実行って押せばパーティション C がロックされて、あとはもう待ってればクローンされますね。これすごい便利ですよね。はい。というわけでクローン終わりまして、もうこの M.2SSD は使えませんので取り外します。はい。でまあ、ちょっとねサーマルパッドが邪魔っぽい気もするんですけど、とりあえずね一旦このままにしておきます。で M.2SSD と今回買ったパーツのね比較なんですけど、やっぱね端子の切り欠きのところ一緒ですよね。うん。
なのでこれをそのまま SSD のところにねつけていきます。ちょっと厚みがあってうまくいかなさそうな感じもするんだけど、ちょっとね無理やり感はありますけど止めます。ちょっとね、まあちょっと不格好ですかね。まあその厚みがね、ケーブルの分の厚みがあるからちょっとしょうがない。で今こんな感じですね。裏のところから M.2 端子のところから PCIe を取り出しましたということで、まあこの後ね何するかってね、もうわかりですよね。そう、グラフィックカード、グラボをつけます。今回ね何つけるか、じゃん、3080ですね。3080をつけたいと思います。 AMD のラデオン内蔵プロセッサーなのに GeForce つけるね。ドライバーとか大丈夫なんかなって思いますけど、まあ、やってみましょう。で、長尾製作所さんのディスプレイ台、これを使っていきます。長尾製作所さんの製品非常にいいですよね。組み立てた時の精度もいいし、黒くてかっこいいし、なんかその質実剛健っていうモットーで作ってらっしゃるみたいですけど、もう本当その通りだと思います。で、裏にゴム足つけてこうずれないようにして、あとはこうバックパネルですね、これをネジ止めでつけていきます。でね、変な製品だったら、変な製品って言ったらあれだけど、ね、ネジ止めの穴もちょっとずれたりとかそういうこともありますよね。でも長尾さんの製品は一切そういうことない。今までそういうことなかった。なんで私、長尾製作所さんのね製品結構好んで使ってます。はい、ということで台がねできましたんで、グラボをつけていきたいと思います。さあ、どんな風にねつけるかっていうと、まずPCIe スロットの隣にこの補助電源みたいなのをつけるところがありますので、まあこれをつけます。でそうなると電源がそもそも必要ですよね。そう、グラボ側にも、まあ、3080なんてこの8ピンのやつが3つもいるんです。というわけでね、どんどんパーツが増えていきますよ。でこれコルセアさんのミニ ATX 用の、ミニ ITX か、ミニ ITX ケース用の電源ですね。で、まあ、PCIe の電源だとか、まあそういうところと、あとマザーボードのね、電源です。で、これつけていくわけですけれども、皆さんね、ご存知ですよね。そう、マザーボードに接続しないと電源ってそもそも動かないんですよ。そう。どうします？なんかね、何万ピンか何万ピンかをショートさせれば、実はね、刺さなくても動くらしいんですけど、こういう製品があるんです。これを使うと、まあ、原理は簡単で、どっかのピンをショートさせてるんですけど、これをね、使うと、動くようになっちゃうんですね。マザーボードに刺さなくても。今回これ使います。これも説明欄に、リンクつけときました。ちなみにね、この部品って、水冷をやるときにね、便利なんですよ。動作チェックするときにマザーボードにつながなくていいから。はい。あ、で、そう。組み立てをしていきます。で、まず PCI スロットをつけときますね。で、つけた上で、長尾製作所さんのこの台につけていきます。で、2本のネジで固定する感じですね。そう。で、こんな感じになります。で、あとは、電源をつないでいきますね。いやー、前もどっかの動画で言ったんですけど、なんで3080この8ピンが3つもいるんですかね。まあ電力食うのはわかるけど、不格好だしめんどくさいな。はい、というわけでこんな感じで一応物はできました。でもね、動くんですかねこれ。はい、よし、じゃあ行きますよ。これ押して、よいしょ、電源を入れて、おお、いきなり全速力で回って、大丈夫か。じゃあ電源オン。お、変わった。おお、
なんか止まったな。デバイスマネージャー。お、これは認識してる？おお。してるね、認識してるね。ちょっと待って、ちょっと待って。お、 NVIDIA コントロールパネルが自動的にインストールされてる。きた、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 きた。ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、そうだよね。書き4なのか。M.2 は。はあ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 。HW インフォ。ライゼン7で、レノボ。だけど、3080。あ、これ2つ認識してるのか。なるほど。というわけで、ドライバーもちゃんとね、もう一回正しく入れて動きました。いやー、動くと思ってはいたけど嬉しいです。で、あの EVGA のプレシジョン X1 っていう、まあアフターバーナーみたいなソフトがあるんですけども、これもねちゃんと認識しました、グラボを。ということでベンチマークしていきたいと思います。 3D マークのファイアストライク見てください。 4750G との違い見せつけてますね。ね、スコア3441対27446ということで、まあ、10倍までいかないですけど、もうすごい差ですよ。うん。まあその APU と外付けの GPU 比べちゃね、いかんでしょって話もあるかもしれないですけど、まあ、これだけ上がると気持ちいいですね。で、今度タイムスパイの方は13983点ということで、まあ、上位 2%？ いや、すごい点数ですね。で、内蔵 APU との差ほぼ10倍？いや、凄まじい。そして最後、FF15 ベンチですけれども、ね、あの NVIDIA のグラボが比較的得意なベンチですが、これももう結構すごい点数出てますね。フル HD で、標準品質でテストしてますけれども、もう14000点ぐらいですね。ということで、非常に快適判定。ね、もうこんだけ出たらね、文句ないですよね。はい、ではまとめです。まず、これを実現するためにはパーツが必要です。で、2.5 インチの SATA の SSD も必要。なぜなら、M.2 の SSD の中に入っているものをクローンしなければならないからですね。で、それができたら M.2 を抜いてパーツを交換します。そして、まあ、ディスプレイを固定する台も必要ですね。そして電源、そして、まあ、何らかの方法でショートさせるか、まあ、便利なグッズを使うか、まあ、こういうことをやらないとですね、まあ、これ実現できなかったわけです。まあ、ただですね、今回いろいろ部品を集めたり自分でいろいろ考えながら調べながらやってみて、結構ね楽しかったですよ。で、久々の、まあ、極物改造が皆さんにお見せできて、まあ、そういう点でも良かったなというふうに思います。また楽しい動画をお届けできればというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。はい、ではありがとうございました。